かなりお問い合わせは殺到しておりまして、もう電話はもう止まらないぐらい。このボアがラウンド中に緩んでくるみたいな、本当に均一に締まるのっていう。スパイクレスのもうレベルが、アディダスのスパイクレスは、あのニューバランスはフットジョイは、なんでこれにしたの？いただきました。あ、めっちゃいいね、ニコンめっちゃいいから。はい、先生もさ、ちょっとこうなんていうの持ってないから、このピカピカちゃん先生だって目に入ってます。いや入ってないんだよ、入ってないんだよ。ピピピピピピピ、みんなそうやって言うんだけど、135.5。 そんな出ない、そんな出ないけど、そろそろ俺もこの辺行った方がいいなと思って、はい、悩んでて、はい、今日こっち来たんだけど、はい、まあ今日靴見に来たんだ。行きましょうか。いや、靴の選び方です。靴の選び方って難しくない？難しいです。履いてみないとわからない。何を押すと思う？じゃあ先生が、じゃあ皆さんにおすすめの靴、うん、はい、あ、そのブランドってことですか？ブランド結構。お、すごい。なぜなら先生が履いているから。すごい絵的に面白くない？一撃で当てちゃったね。あ、本当にエコなの？本当にエコ。マジ。本当にエコ。普通に、もう、何の忖度もなしによ。何の忖度もなしに、そして、どれから選んでもいいって言われたら、エコ一択です。エコだけちょっとね、レベルが違いすぎる。何が違うの？本当ね、疲れない。ふくらはぎ釣らない。もうシンプルによ。俺、ラウンドしてたら、18ホール待ってたら、上がり3ホールぐらいで大体右のふくらはぎ釣り出す。え、軽いんですか？軽い。いや、軽いし、いや、もう履き方も違う。エコーってね、かかとにコン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 って詰めて、で、前を締めていく。かかとに合わせていくのよ。こっちじゃん、つま先。普通つま先トントントンでしょ。エコーはかかとコンコンコンって。はい、おっしゃるとおりです。じゃあ、ゴール5の山口さんに。あ、山口と申します。ちょっとスパイクのことをお聞きしたくて、はい、正直何買ったらいいですかって言われたら、はい、私はエコーでどうぞって言うんですけど、はい、いかんせん。あ、まあ確かにちょっといい素材使われてるんで、隠し気味でいくか。そうですね、ちょっとこんな感じなんで、はい、ちょっと若干高すぎるので、はい、まあお求めやすい価格の中 で、はい、でかつこう今ちょっと最近話題になってるものとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、そんな中で皆さんにお勧めできるようなスパイクがあればなと思って。そうですね、まあ、モデルに関してはまあこちらにずっと並んでますけども、ありますね、はい、で1個気になってたんです私、はい、フォードカオスすごい気になってて、はい、フォードカオスどうかなと思ったんですけど、これ完全な私のごめんなさい、完全な個人的なあれなんですけど、あんま好きじゃないよね。アディダスのスパイク、持たない。すぐ壊れちゃうっていうイメージが結構強くて、で、ナイキのスパイク全く壊れなかったの。めちゃくちゃ強くて、ジョーダンね。で、なんかすごい最近話題になってるってことで、ちょっとナイキ気になってるんですよね。ナイキどうなんですか？かなりお問い合わせは殺到しておりまして、もう電話はもう止まらないぐらい。あ、一時期は。あ、そんなに。というのも、まあ、今回まあおっしゃっていただいた、はい、まあ、スパイクっていうところでいくとちょっとカテゴリーとしては変わるんですけど、はいはいはい、実はこの中にお問い合わせが殺到したシューズがあるんですけど、はい、それがですね、このこれエアズミインフィニティツアー、はあはあ、このシューズは要は女子ツアーが開幕した瞬間にナイキのユーザーの方が要は皆さんが履いてたシューズになるんですね。はあ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 、で足元はかなり目立ちますし、要はこのソールの形状というのはかなり珍しいものになるので、え、ちょっとこれはスパイクぐらいのグリップ力があるような配置のレスなんですね。そうです、一応レスです。だって外せないですもんね。はい、でこれが要はフットワークが強い方とかプロとかってやっぱり足使うので、はいはいはい、ねじれるとパワーロスするじゃないですか。
はい、そうです、はい、めちゃめちゃ、めちゃめちゃロスします、はい、見てこの薄さで、この強さ、あ、そういうことだ、で、こう絞ってって、めっちゃいいじゃん、まあ、ちょっとシャープなんですけども、まあ、その部分での履き心地だったりとかっていうのは、やっぱり内気の中では久々にずば抜けた、ああ、そういうことね、ただやっぱりこう幅としては非常にこう日本人の足にとってはちょっと狭めになるので、あ、まあ、1サイズ上げられる方は非常に多いかとは思うんですけども、ただもう履いていただければ特に上がするか、そこのぶっちゃけたところが実際靴上げたいのか分かんない人結構多いから、今今回なんかすげえナイキのレビューできたみたいな感じになってますけど全然違いますからね、金今から金で買うからね、うちなんか提供してもらうわけじゃない、金ダメ、金って言っちゃダメ、お金で、お金払って買いますんで、じゃあナイキ買おう、じゃあナイキがいい、サイズ普段 26.5 なんで、はい、まあ、デザインこれでいいかな、とりあえずこれ履いてみて、でボアを気になってる人も結構多いので、はい、ボアで 26.5 なんですよ、はい、普段、はい、ボアで、まあでも狭いですもんね、結構狭めなので、まあ当然あの 26.5 から 27.5 今だったらサイズありますね、あ、わかりました、じゃあそれ全部全部履いてみていいですか、準備します、あ、ありがとうございます、じゃあちょっとお願いします、はい、ちょっと用意してもらえるから、ね、ちょっと紐とボアと、そうそう、ちょっとね、どんな感じか、これいいよね、うん、俺知らなかったね、このソール、今、選手、多分ナイキが一番多い、あ、マジで、女子なんですね、ちょっとふざけてるみたいなサンタクロースさんみたいな、やばいやばい、すごいですでは、早速ですけど、そうですね、ボアから行きますか、そうですね、ボアから行きます、はい、左足、左足いきましょうか、はい、わかりました、はい、率直な感じで、はい、たまたまナイキの形だったありがとうございます、はい、結構履き口狭いので、よかったらちょっと伸ばして、はい、はい、16.5 ですね、はい、はい、革靴とかも 26.5 です、わー、あ、おお、狭い、うん、入るけど狭いけど割りかしいかもしれない、ね、中に指が全部こう、そうですね、ちょっとってなってる、ハスってなってます、いや、そうなんだってこうなんで、じゃあハスってなってる指がね、あー、いやー、そうだな、もう一回見ましょう、でもなんか思ってたより、はい、窮屈じゃないです、意外と幅の作り方っていうのは広いところは広いですし、要はねじれちゃいけないところは狭めて硬くしてるんで、なので意外と切り口すごく、なんかね、今までのナイキのなんかもうなんか理不尽にちっちゃいやつ、これ95がダメだったんですよ、95が 26.5 を買ったのよ、すごいネットでポチって、はい、買えたんですよ、あの最初のそう奇跡で変えて家にあのアカデミー届いたんですよ、で履いたんですよ、ちょっとちっちゃいの、ちょっとちっちゃいなと思って、それでちょっと何回か溜まってきたんだけど、打つと痛くなって、でまたうまいことうちの従業員が俺よりちょうどワンサイズちっちゃいやつがいる、竹がちょうどワンサイズ 0.5 ちょっとぐらいちっちゃい履いたらめっちゃちょうどいいですどうぞあげて、あげたんです、あげたよ、もう普通に自腹で買ったよ、まあでもあの抽選系はやっぱもう普通のスニーカーと同じ価格の方がいいかもしれない、飾るみたいな、いやいや大きいやつ、あーなるほど、 26.5 あったらもう27.5 以上だったら OK みたいな、でもあんまり大きかったらもう、そうですね、ソールインソールでなんとかするぐらいの、ちょっとねファッションフェイスよくなってきましたもんね、昔に比べて、ちなみにこのシューズも販売されてから最低ではマジで、で今日はこのシューズも限定になるんですが、はいはいはい、今日はトークステージはちょっとナイキの扱い方を、そうですよね、あ、すごい心地いい、ちょうどいいですよね、うん、結構ちょうどいい、これが 0.5 サイズ、0.5 センチ、サイズ大きいですね、このボアが、はい、私全く信用しておりませんでして、はい、なんかラウンド中に緩んでくるみたいなのと、はい、本当に均一に締まるのっていう、
正直好き嫌いははっきり分かります。あ、やっぱ分かります。分かりますですよね。なんかな、なんかこう意外といいな。結構こうワイヤーの部分のその締め付け感もない。全然ない。で、まあここの終端のところと一体成形になってますから、まあ靴下と同じようなものです。全然。あと今日ね、分厚めの靴下で来たの、はい、スパイク見ようと思って。俺ラウンド中結構分厚めの靴下履くから、スーツ用の薄い靴下とかでスパイク見に来て、さあラウンド行こうってなった時に、え、ちっちゃってなってたら意味がないから、できる限り同じ靴下、ラウンドの時に履く靴下と同じ靴下で来た方が絶対おすすめですね。ね、そっちの方が、あ、ちょっといいな、これ。これいいんですよ。スパイクっぽい。そうなんです。やっぱりクルクはスパイクなんですけども、要は両だったりとかの付け上げ感ですとか、あと腰にやっぱり痛められる方が結構多いんで、それでクリップをしっかり、まあ、こう変形になってるんで逃げた、形にもなってる。あ、じゃあ紐、右に紐履いてもいいですか。はい、大丈夫です。はい、はい、はい、これが27センチ。あの、なんか靴って感じじゃないな、靴下履いてるみたいな感じ。ちょっとしっかりめの靴下っていうか。そうなんだ。あー、なんか紐とコアの違いは、すごい。みんななんか気になってる人めちゃくちゃいると思うんだよね。ちゃんと正直に言います。はい、紐派です。あ、うん、まあそうだよね。です。でも感じの紐、これはボアかもしれない。ボアのが圧倒的に動かない。紐の方が、あの靴と自分の足との差が若干ある。ボアの方がギュッて締まってる感じする。でも多分だけど疲れないの紐かもしれない。そうですね。調整できるので。ね、まあ、ダイヤル式のフォアのタイプになってくるとやっぱり均一になってくるので、はい、そこがむくんでくると違和感が生まれるんですね。生まれますよね、はい、紐の方が長時間履くっていうのは紐の方が楽かもしれない。で、スイングしろって言われたらボア難しいですね。だから俺の場合はもう一択じゃん、うん、ボアよ、うん、パッて履いてパッて打ってってことが多すぎるから、長時間履いてうろうろすることの方が少ないからさ、うん、でゴルフ場でもほら、俺ほら横着だから、できる限りカートに乗りたい。はい、 T ショットも全部カート道狙うでしょ、はい、もうカートから降りて10歩以内に打ちたい人。カートマネジメントですね。カートマネジメント、はい、もう常にもうカートマネジメントを常に、はい、クズ。うん、でも選手とかはさ、はい、ずっと歩くじゃない。歩きますね。そしたら紐の方があったらいいと思うって感じ。うん、まあ、あの多分普通に紐がいいと思う。あ、競技の人とかはね、ずっと歩くし、ね、だ俺みたいにあの YouTuber ですとかでこう急にねレビューで打たなきゃいけないとかいう人の場合はボアの特殊すぎる。いや、マジで長時間履くのはボア向いてないと思う。長時間っていうのは1日だったら、そのワンラウンド選手みたいな何日間を待とかじゃなくて、あ、でもワンラウンド知っても疲れますか。でも疲れる、疲れる。てかちょっとむくんだりとかするともうなんか全然違うもんみたいになっちゃう。きつい。なんかピーキーだね、少しその締め方が、締まり方が。あ、でボアは白しかないんですね。そうですね。あとは上にあります白青のモデルになるんですけど、ちょっとサイズが、あ、今ないんですね。めちゃめちゃ売れちゃってるんでしょ。入ったら売れて、入れたら売れて。うわ。なので本当に運のいい方が巡り合える。そうですよね。そんなレベル、もう見たら買った方がいいみたいな感じで、多分サイズが。多いですから。ああ。どうしようかな。ってなってる間にもう出るっていう。ああ。いや、マジ紐の方がいい。紐の方がいいと思う。紐の方がいい。俺ボア買うけどね。あ、じゃあもうボアって言ったらここに手いっちゃう。いや、フットジョイのボアがすごいダメだったんですよ。もう2ホールで緩んでくる前のね、昔のね、初期の頃のけど、そんな感じはあんましないかな。
はコアが置いてある位置によっても閉まる場所が変わりますので、要は、これはその場合ですと、要はここの甲の部分がこう締め付けられる部分がありますので、はい、要はそこの部分にフィット感を感じていただくお客様もいますし、要は拡大つけるとここも閉まっていますから、ね、なのでここを固定して足幅の広い方だとここがゆとりあるので、はい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 、そういったまあ何て言うんでしょう、好みだったりとかございます。あ、いいんじゃない、お似合いですよ、ありですね、爽やかな白、俺が全然、先生が白、違和感ないんですけど、逆に。あ、そう。スニーカーとか結構白多くないですか？そっか。真っ白。あっちの色より合わせやすいかな。あっちの色はね、結構、うん。サッカーっぽいもんな。分かった、じゃあ白行こう。白のコアください。はい、ありがとうございます。お願いします。いい、めんどくさがりにはいい。ズボラな人にはいいと思う。冬とかはね、いいんだよね。あ、手かじかん。そう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 。いや、楽ちんだもん。あと、カリカリで済むから。ただ、うん。右足大丈夫ですか？あ、剥がしてください。はい。多分大丈夫です。0.5 アップでいいと思うな。俺、足幅結構広い方なんだけど、これ以上緩めるとスニーカーじゃないからさ。やっぱりフットワークがかかってくるので、前側にスリップすると、要は逆側に力が逃げちゃったりしますので、ね、1センチはいらない、0.5 でいいと思う。0.5 でいいと思う。すごいな。すごいや。このまま履きますか。はい。じゃあ、すぐ3。はい、はい、お願いします。はい、いいかもしれない。でね、多分人によっちゃね、ここ、ここの部分、ここの部分が当たって、痛いって人はいるかもしれない。厚手の靴下はもうゴルフの時も絶対厚手の靴下だよ。うん、それは。普通に靴ずれする。ありがとうございます。昔ね、5本指ソックスとかもやってみたんだけど、別にスコア一段も変わんなかったから。距離も1ヤードも伸びなかったから。あ、楽ちんだな。すっごい。と裏のそのスパイクは打ってみてって感じかな。もともとはそのスパイクとスパイクレスは、うん、と皆さんに結構質問が多くて、俺はスパイクの方がおすすめです。ゴルフのスイングをするには圧倒的に、うん、ただスパイクレスのもうレベルが随分上がったんで、もうそのスパイクにそこまでこだわる必要がないのかなっていうのも正直なところです。ずっとスパイクじゃないと嫌だって言ってたのにスパイクレスになった派です。ここ近年 2,3 年でスパイクレスになった。滑んなくなったもん。ナイキのスパイクレスは結構滑んないの多いんで、靴底が硬いから。でエコーはスパイクレスは俺は逆にとってダメ。エコーはスパイクの方が好き。私もそう言われて、うん、買うのをやめました。あ、そうなの。アスリート向けじゃないですよって言われました。あ、やっぱり滑るから。そうよね、はい、そうそうそう。アディダスのスパイクレスは底が柔らかくてすぐ壊れちゃう、うん、スパイクはいいんだけどつま先が弱い、うんうん、まあ、なんか各メーカーによって。あとね、ここめっちゃ汚れる。これ、あ、それね、ね、これ汚れ落とすの大変で、これ削れて取れるポロポロって感じかな。あのニューバランスはあのちょっと、ね、これ正直でいいよね。しょうがない、うん、ニューバランスは一撃でここ、一撃でここめくれる。一回ワ、あのワンラウンドによってワンショットでいった。ワンショットで壊れちゃったんだよね。そう、まあ、満振りしたんだけど、はい、右足の内側がワンショットでベラッベラーンって剥がれて、うん、あのガーッてフットジョイはフットジョイもし買うんだったら一番高いの買える。あまりにも違いすぎる。やらしいけど。フットジョイは値段の高いモデルと安いモデルの性能差がね、はい、圧倒的にあるんで、ただ、雨用って言われたらフットジョイです。まあ、とにかく水に強い。あ、そうだね。まあ、ほら、今エコーとかあのなんか水とか入ってるけど、うん、こんなのフットジョイずっと前からやってるから。制約試験が一番厳しいので。そうですよね。はい、フットジョイがもう一番あの水には強い、雨には。まあ俺は雨ラウンドしないから、フットジョイも履かないんだけど。これいいかもしれない。ちょっと行ってみよう。うん。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これかな、うん、さっき座って履いてたんですが、ちょっと立ってこの座席に来るまでの歩いて、でここでずっと立ち止まったまんま喋ってる間に、時間的に少しも夕方に近くなってきたので若干むくんできたので、ちょっと私右足の方がちょっと大きいんですね。でちょっと右足だけ違和感というか痛みというかのを感じて、もうハーフサイズ、もうだからちょうど丸1センチ、丸1センチですよね、上げてもらいました、うん、でも確かに前に滑る方だとギリギリ滑らないぐらい、だからやっぱ1センチの方が、ありがとうございます、1センチの方がいいかもしれない、うん、ボアだから結構しっかり締めれるから、あんまりこうなんだろう、キチキチで買わない方がいいかもしれない。紐の場合はね多少融通きくけど、ボアの場合は結構本当に1センチ大きくしてもいいかもしれない。まあ実際履いて試してもらったら絶対いいと思うんですけど、 0.5 でギリギリいけるかなって人はむくんだら絶対無理だから1センチ上げた方がいいです。さっき、うん、これするとスイングの軸、スイング自体がすごい安定するっていうのと、もう単純なエネルギーを生むための練習になるので、うん、これはぜひやってほしいです。なんかその胸板が厚すぎるの。あの、趣味ベンチです。こうやってた時もここやばかったっす。もうだってちょっとここで動かしてたもん。ちょっとピクピクさせてもらって。ピクピクさせてもらって。やりすぎて肘壊してる。いや、ダメなやつだよ。ルート D ゴルフアカデミーの生徒さん、クラブに悩んでる方がいまして、プレステージにいるから、おいでよ。ユーティリティで悩んでると。